したのに。やはり福岡パワーのおかげで勝つことができました。ありがとうございます。ありがとうございます。2年半ぶりの本当ですよ。まだなんか1回ね、コロナになっちゃって中止になったけど、初の東京女子西鉄ホールやっと来られました。ありがとうございます。ありがとうございます。チケットも完売で、ありがとうございます。本当に嬉しかった。嬉しかった。ありがとうございます。じゃあもう久しぶりにね、高校大会したんで、これ伊藤も私はめっちゃ緊張したんですよ。めっちゃ緊張した。そうけどね、入場したらもうなんかやっぱ福岡の空気かな、なんかちょっと鼻こうスーッてきて、緊張はもう飛んだ。それでもうスイッチ入った。本当ね、あるよね、豚骨の勢いかな。そんなに強くはないけど、まあ、私もそうあるね、匂いとかね、匂い、はいはいはい、まあ、また次も来れたらいいなっていうか、来ましょう。また行きましょう。行きましょう。待っててください。その時はね、また私も伊藤も強くなって。そうだね。